入れます。あー、すっげー香り。どうも、よりのうさんニュースです。はい、ということでですね、今回はですね、まあ私は飲んではいるんですけども、今日は3本目なんですけども、普通な感じじゃないですか。なんとね、私この動画を撮るためにですね、さっきまで休んでました。はい、酔いを覚ましてました。なんでかというと、これが至高シリーズだからです。今回はね、もう私がもう本当に大好きなパスタ、至高の明太子パスタです。和と洋のコラボラーション。まあいろんな明太子パスタの作り方あるんですけども、ぶっちゃけこれが一番です。僕が何度も試行錯誤して作り上げたこの最高に美味しい明太子パスタ、この作り方を今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきたいと思います。まず明太子パスタなんで、明太子です。ちっちゃめの明太子なんで、今回2つ使います。だいたい 30g ぐらいになります。バターがね 20g、 結構使います。あのね、明太子パスタはバターケチったら絶対美味しくないので、バターは臆さず入れてください。そしてニンニク1かけ、あとレモンね、これ全部使います。輪切りのレモンを1つ添えます。パスタが 1.4mm、 あの細いパスタが合います。もしくは 1.6mm でも美味しいです。あと大葉ですね。であと調味料にこの昆布茶、はい、今回昆布茶使うの、これ重要なので、絶対入れてください。以上食材です。それではですね、至高の明太子パスタを作る上で大事なですね、心がけを皆さんにお伝えしたいと思います。一番重要なこと、このパスタはですね、和と洋の融合なんですね。明太子使います、昆布茶も大葉も使います。なのでですね、皆さんやっぱりその和と洋ってどういう風に融合されるのかなっていうのをやっぱり確認しておかなきゃいけないですね。で、私が一番和と洋が融合しているですね、ドリンクですね。はい、お待ち。和と洋の融合とは何かを好みに叩き込みたいと思います。和と洋の融合、それはジャパニーズウイスキーですね。やっぱりね、和と洋の融合といったらこれですよ。洋のものを取り入れて和で消化した格ですね。これを飲めば和と洋の融合が全てわかるというね、素晴らしい哲学的なドリンクでございます。ということで、いただきます。和と洋の融合、これです。ここにあったのか、答えは。ということでやっていきたいと思います。じゃあね、まず材料切っていきたいと思います。まずニンニク、あのね、ニンニクはね、まずね、ガーリックオイルを作るためにニンニクをね、剥いていきます。明太子パスタね、ガーリックオイルが入ると非常にお店の味になりますんで、ガーリックオイルはね、ちょっとめんどくさいんですけども、ニンニクはね、和と洋の融合で潰すと、ほら、こんな簡単に潰れるんですよ。和と洋の融合ってすごくないですか。そしてこんな感じで刻みますね。この感じです、この感じです。ガーリックオイルにしていきます。できるだけね、このね、細かく切った方がいい。できるだけね、細かく、そうするとね、ニンニクの香りがより多くですね、オリーブオイルに行きます。ガーリックオイル作るんですけども、少量しか入れないので、やっぱりニンニクの香りが強い方がいいです。なので、細かくしていきます。今回はこれぐらい細かくしたことで僕あんまないんじゃないかな。こんな感じですね。そしたらね、明太子です。明太子なんですけども、まあもう本当にこれはあの包丁でこそいで中身を出します。はい、こんな感じです。はい、そして一番重要な、ところです。ここ皮なんですけど、これは別の使い道があります。これはですね、おもんぶろに口運んでください。で、和と洋の融合で流しています。くわー、これが一番うめえ。明太子パスタよりうまいかもしれない。でもね、これはもう一時のね、快楽なので、そうしましたら今度ね、大葉です。で、こんな感じで大葉丸めていただいて、葉脈を断ち切るようにですね、こういう感じで切ってあげてください。こんな感じでね、少しね、湿らせました。はい、これあとちょっと絞って、やります。あとはレモンはね、輪切りの部分使いますんで、まあ、なんだろう、こうやってね、で大体ね、1センチ弱ぐらいの大きさで切ると、あの絞って使いますんでね、太さに切ってあげてください。はい、でこれはどうするかというと、これを切ってね、あのハイボールに入れてください。そうするとあの和と洋の力が増します。くー、レモン入るとうめえな。おい、ガーリックオイルを作っていきます。じゃあ作っていきます。まずフライパンに小さじ2杯ぐらいのオリーブオイルで、ここにおニンニク、細かくしたニンニク入れていきます。ガーリックオイルがね、入ることによって非常に香り高く
お店っぽいようなねガーリックオイルになります。で、この時に注意したいのがあんまり強くしないってことですね。はい、弱めの中火。なぜかちょっとね、すぐね焦げるんですよこれね。で、じっくりね香りを出していく。で、ここで注意したいのはペペロンチーノを作ってるわけじゃないのでガーリックはちょっと焦がすんですね。ガーリックチップを作るようなイメージです。そしてちょっとボール用意しておきます。お、っていううちにこんな具合になりましたね。この色です。皆さんわかりますか、この茶色。この茶色になったら、このボウルに入れます。で、オイルだけ入れる。こいつは取っておきます。だいたい明太子パスタ作るときはねガーリックオイルは基本となってきます。やらなくてもうまいんですけども、やると全然違う。やっぱりこれだけねここに溜まってるんですけども、で、このガーリックチップはですね、あの後でトッピングでもできるのでちょっと取っといてください。そしたらここにバター、はい、そして明太子、はい、30g ですね。で、ここに昆布茶です。これね、なかなか使わない方もいらっしゃるんですけども、これ一番重要です。昆布茶です。昆布茶入れてください。これがね、あの非常にこの明太子のね海の旨味をねかなり補強してくれるんで小さじ1弱入れます。このソースです。これがめちゃめちゃうまいソースになります。じゃあ次はね、パスタを茹でていきます。じゃあですね、お湯沸かして、います。で、ここから、麺を茹でていくんですけども、今回ですね明太子も昆布茶も使ってることもあり結構ね、あの塩気強いんですよ。なのでいつも僕塩分濃度 1% のお湯で茹でてくださいって言ってるんですけども、今回ちょっと控えめにします。あのね 0.7% ぐらいの塩分濃度でいいですかね。ちょっと薄めのスープぐらいのお湯でやってください。そうしないとちょっと濃くなります。まあ、かなり薄いスープでいいです。それぐらいの塩分濃度でやってます。あの後から塩分は調整できるんで、足らなかったらね後でお塩振ればこっちに振れば全然平気ですんで、ただこの麺自体にも塩分はやっぱりちょっと吸わせたいので薄めのスープぐらいで、パスタは 1.4mm、 細めの方がこのねバターのねソースをね絡ませやすくなりますんで。そしてここで一番重要なこと、茹でてる途中にこれボール優先します。だからねちょっとね大きめのボールの方がいいです。こうやって優先していきます。バターが、固まってる状態でもソース一応できるんですけども、やっぱね溶かしておいた方が麺にねかなり絡むようになりますので湯煎してください。こうやってこうすることによって冷たいバターを使ってもこの湯煎で溶かせばいいので非常に絡ませやすくなります。こんな感じで全体的にこう溶かしちゃっていいです。で、こうなったら OK なんで、これ重要です。で、あとは表示通りに、その間にまあ今茹でてるんですけども、まあ、これレモンコンクでもいいんですけども、ちょっと絞って小さじ半分ぐらいタレに入れてください。レモン汁マジで重要です。このパスタってバターも結構油分が多いのでレモン汁の酸味がないと結構くどくなりがちです。なのでレモンの酸味を加えておく、これ非常に重要です。で、これぐらいになったらまずね茹で汁をね大さじ1杯この状態で、入れてください。このソースの方、そして水を切っていきます。こんな感じですね。はい、よくチャッチャッチャッと切ります。はい、で入れていきます。そしたらもう混ぜ合わせ、茹でたてを混ぜ合わせ。あー、すっげーいい香り。いや、これ最高だ。もうこの匂いだけ飲める。絶対うまい。じゃあ盛り付けていきます。じゃあ和えていきます。こうくるっと回しながら持っていくと非常にですね高くなっていいですね。高くなればなるほどパスタっていうのは冷めにくくなりますんで、カッコつけとかじゃないです。ちゃんと意味があるんで、余すとこなく完全に生ではなくパスタの熱で少しだけ火が入っている、この状態がベストです。で、刻み海苔です。パラリと大葉ですね。大葉ちょっと絞ってあげて香りが出たところだね、ここに。そしてあればちょっと残りの明太子少し盛ってあげると可愛いです。で、レモン、これ添えます。はい、こちらです。こちらで至高の明太子パスタ完成です。ではいただいていきたいと思います。いただいていきます。これです、これです。じゃあいただきますよ。ちょっと待って、これはうまい。最高にうまい。これコクがやばいですね。香りもガーリックオイルがすっごい効いてる。これはね明太子とバターだけじゃねなし得ない香りなんですよ。塩分濃度もちょうどいい。いやいやいや、これね僕のパスタの中でもトップ5に入りますね。これね本当に美味しいです。で、お好みでねレモン汁
足していただいてもいいんで、結構ねこってりしてますんで。でこれさっき揚げたこのガーリックチップ、ちょっとパラリとかけるんですよ。これもねめちゃめちゃ美味しい。これがねサクサク食感が こうアクセントになってめちゃめちゃうまいですよ。もうちょっとレモンもいきましょうか。最後あたりねちょっとね濃くなってくるんで、レモンを少し絞る。うんうん、世界で一番うまいですね。僕これ以上美味しい明太子パスタ食べたことないです。これはチャンチャンス。やっぱジャパニーズスタイル、ジャパニーズスタイル、ね、うん、これジャパニーズスタイル。役所から怒られそうな、うん、僕が氷を取りに行って元気かな。やばい。あー、みそばらしいか。ちょっとこのあー、レモンこれ流行りそうじゃない。これ流行る。もう流行ると思う。ちょっとお腹いたんで、いただきます。どうぞ。めちゃくちゃうめえ。最初に言っとくけど、うん、すごいね、至高で仕上げてくるんだもんね。明太子パスタってなんかすごい簡単そうなイメージあるけど、ああ簡単、あの本当に作ると簡単、ね、ちょっと工程入れただけだもん、うん、でも、うん、いただきます。はい。これはもうすごいですね。世界一うまくない。うまこんなうまいの食ったのか。どこの店でも出ない。いやすごい、すごすぎる。俺超自信あるこれ。うん、ガーリックの香りとさ、ベータグとバターの香りがさ、うん、こう結構複雑になってて、うん、これ家で作ったみたいな感じになってるの。いやすごすぎる。パスタはマジ自信あるんで、これもう本当言うことねえわこの。このパスタ本当に言うことない。よーすごいね、これよく思いついたね。昆布茶とレモンはあんまりやらないんですよ。だからそこがもうポイント。この少しの酸味でさっぱりと食べさせてる。このカリッとしたガーリックチップもめちゃめちゃ良くない？やばいね、天才。天才。自分で言うスタイルになってる。言われる前に。これでもガチです。いやもう天才料理研究家も史上最強、なんかもうハンマー友情的な感じ。コロンビア。もうコロンビアよくわかんないけど。いやもうありがとうございます。ということで皆さん、至高の明太子パスタどうでしたでしょうか。これは作ってください。ポイントは昆布茶とガーリックオイルとレモンです。生のレモンはねやっぱ使っていただいた方がいいな。あのなければねレモンのあのこうコンクタイプのものでもまあ十分美味しいと思いますよ。なんでこちらの明太子パスタ今までで一番美味しい明太子パスタになるっていうことになると思います。ぜひ皆さん作ってみてください。俺が買い物をめじゃん、うん、まあメニュー一番最初に知って買ってるけど、うん、これを食べたかったよ、ね、あやっぱりね、うん、今日ちょっとやろうかどうか迷ったけど、うん、ちょっとあの休憩したら、うん、自分が至高になれるなと思ったんで、やりました。